で電池ないでこっち来なさい。隅のうんこが回っております。つまりも上手に回っております。固まった。ほら固まって。すごい。これ音しようね。いやあるよ。え？いや撮っとる？撮ってますよ。ああ今なしで。ダメやねそれは。え？ね。え？やめてよ。無理。さあ今日はすみちゃんにお仕事をしてもらいます。さあ何をするのか楽しみだね。持ってきた意味は？ね。お父さんの畑のほうれん草が育ってます。ストップ。お、間引きやっとんの？間引きしてくれてますよ。これが間引き？根っこから取ってないけど。間引きとは種をまいて芽が出てきた時に野菜と野菜との間隔を空けるために隙間を作ることを言います。めっちゃ食ったぜ。ね、じゃあおでんじょう絶好調。よし、一回隅を持ち上げてください。硬っ。隅を持ち上げてください。さあ仕事の後はどうなっとる？よいしょ。どうですかね。根っこまではできてないです。頑張ってね。ですかね、この本当に苗と苗の間がどれぐらいの間隔で空いてます？空いてますね。空いてますね。ここだまされるんだな、これは。佐渡市へ行きたい。そっちか。あ、でも乗りそうだよ。来た来た。めっちゃ抵抗する。どうしてやねん。ここまで来てみなさい。これ鼻の前にどんどん持って。よし乗ったね。わかるよ、しゅうちゃんもよく間違えるもん。マヒー、どうすけ、そこの、あの、お菓子あげて。やば。ポポが不思議そうに見てるわ。キッペ、隅に畑仕事してもらうで連れてきてもいい？本当にこや。はい。
すみ。じゃあ今日はすみちゃんに畑仕事を手伝ってもらおうかな。よし出発だ。よし今日は間引きをお願いしようかな。よしすみちゃん間引きを頑張ってください。お願いします。かわいい。頑張ってやってくれてますね。よし次の、あ、そこじゃない方がいいかな。感覚で行ったよ。お、すみちゃん分かってるかな？分かってなさそう。めちゃくちゃグラネット。お金持ちだよ。スミの仕事っぷりどうでした？本当に雑だね。雑でした。雑だね。どういうところが雑だったかな？根っこから取ってないね。なかなかスミにはちょっと難しかったかな。次は違う仕事を任せるかな。そうですね。昨日間引きしてくれたほうれん草のサラダは思ったよりも硬くてちょっと苦みがあったけど栄養がいっぱい詰まってそうで美味しかったです。残りは夜にバターソテーにしたいと思います。すみちゃんご苦労様でした。最後まで